8日投票が行われたマンマラ総選挙で、連邦選挙管理委員会が13日発表した開票結果によると、アウン・サン・スー・チー党首率いる最大野党、国民民主連盟、NLD が上下両院の過半数の議席を獲得して圧勝した。これにより、スー・チー氏主導の民主派政権が来年春に発足、半世紀上にわたって、軍人支配が続いてきたマンマラで、歴史的な政権交代が実現することになった。戦艦は上下両院、定数合計664の改選議席491議席中431議席の開票結果を発表。NLD は獲得議席を348議席まで伸ばし、過半数を制した。一方、軍事政権の流れを組む政権与党、連邦団結発展党、USDP は40議席にとどまっており、惨敗を喫した。2011年の民政移管後、初めての総選挙となった今回、変革を唱える NLD に対し、USDP は天政政権が進めてきた改革路線への支持を訴えたが、国民がスー・チー氏に寄せる高い人気の前に圧倒された。天政大統領の任期は来年3月末まで残っており、今回の選挙結果を受けて召集される新国会で新大統領の選出投票が行われるのは同2月となる見込み。息子2人が外国籍のスー・チー氏は憲法の規定で大統領になれない。具体的な大統領候補の名前も明かしていないが、大統領より上の存在として実質的に NLD 政権を自ら指揮する方針。